なと思います。そこで本土の占領と沖縄の占領の違いということなんですけど、沖縄は激しい戦闘の後で統治組織ですね、市町村だとかいろんな組織がことごとく崩壊してしまったわけですね。政治家も警察官も消防署も誰もいないと、みんな収容所に入っていると。まして沖縄本島の人口の8割は米軍の作った収容所の中で配給もらって生活してたという時代ですから、うん、統治組織自体が全くなかったと、うん、だからアメリカ軍が直接支配しなきゃいかんと。で東京に出てきた GHQ も一時は軍隊自体が日本を統治するということも検討したらしいんですけど、日本側もそれに抵抗があったというと、日本全国を軍隊が直接見るというのはこれすごい負担になりますので無理なんですね。軍隊ってアメリカなんですか？アメリカ軍、はいはい、連合国軍が日本全体を統括する、直接統治するというのはこれはとても困難だということで、うん、まあ、間接統治でいこうということになったわけですね、うん、で日本の市町村とか行政組織を使ってですね、ただ戦争に協力した人たちはパージすると公職追放というのをやって、なるべく民主主義的な人たちを取り上げていこうということで戦後の行政はスタートしていったわけですね、うん、で沖縄ではどうだったかというと、沖縄では公職追放というのはまず行われていないんです。これは戦前の沖縄の戦争指導者とか行政とか警察の幹部はほとんどが他府県人だったというのが一つあるらしいですね。でアメリカ人自体は、日本沖縄人自体が差別されていた人たちだという認識があって、うん、そこで戦犯を追及するというのはしなかったらしいんです、うんうんうん、また沖縄人すべてが、沖縄人たちも沖縄人すべてが被害者だという強烈な認識を持っていましたので、うん、戦犯追及というのは行われなかったらしいです、うん、これが良かったかどうかというのはいろいろ問題あるんですけどね、それでもそういうことをやる余裕すらなかったということなんですね、うん、で、そう一つは米軍占領の時に沖縄はやっぱり兵隊の規律が乱れますから、女性に対する乱暴というのは凄まじいぐらい出てきたわけですね、うん、本土の場合は多少はありますけど、これはまあ比較にならないぐらい少なかったと言われていまして、うん、面白いのはですね、その時 の、 日本政府の高官、重光外務大臣とか、細川森貞、後の細川総理大臣のお父さんですけど、これは天皇の側近だったんですけど、がこういうふうに書いてますね。大体において米軍の規律は厳正であると。この点、シナ南方にいた日本軍と比較したら雲泥の差があると。つまり日本は中国ではものすごくひどいことをしたわけですね、うん、それに比べればアメリカは全くいい軍隊だみたいな話なんだ、うん、だけど間接統治があってそんなに世の中が乱れてない地域と、直接戦争があってまあ、本当に人々がたくさん目の前で死んでいく場所での軍隊の統治はやっぱり違うわけですね、うん、で沖縄では、日本の、南京事件とまでは言わないけど、日本を占領した米軍とはよりはるかに劣った形の統治が行われていたんだろうなというふうに思われますね、うん、はい、そして、日本の場合はマッカーサー自体が日本を民主主義的な国に作っていこうという一つの決意が最初あったわけですね。それが途中から今度共産戦略に対する対抗の防波堤として沖縄、日本を使おうということで方向転換をしていきます。で沖縄は本土との戦いがなく、日本侵攻がなくなると全く関心がない島として、見捨てられるわけですね、うん、で同じように、朝鮮戦争が起こったりすると、沖縄自体を強大な軍事基地にしていこうと、こういうふうな方が起こったということなんです、うん、ちょっとくどいんですけど、その時に沖縄でも
全てをアメリカ軍が面倒見るんではなくて、これやっぱ大変なんでね、占領された沖縄の人たちがリーダーを探して自治組織のようなものを作っていこうとするわけです。その作り方を見ていくと非常にバータリティでね、アメリカの兵隊さんがこの人はどうも威厳ある顔つきしてるからこの人を市長にしようとかこの人を警察にしようとかいうような決め方をしたりですね、船乗りさんで英語が少し喋ってたらじゃあこの人を幹部に取り上げようかとかいうような形でやっていったらしいんです、うん、非常にめちゃくちゃですね、うん、でもう少し落ち着いてくると今度はいろんなところでヒアリングをしてどういう人が指導者として望ましいかということで、あなたの村から2人出しなさいと、うん、沖縄全体から2人出しなさいという形であっちこっちでアンケートを取っていたらしいんですよ、うん、そしてその中から15名の沖縄市準会議というのが作られていくわけです、うん、でちなみにその時にあっちこっちでヒアリングをしてトップに上がったのが色夜行進という教育者なんですね、うん、広島の高等師範を出て沖縄に来て学校の校長先生をやって途中で私立の中学を作りたいということで私立の中学を作るという人なんですけど、うん、この人はどうもやっぱり人格的に優れてたみたいでいろんなところでこの人が一番リーダーとして望ましいっていうのが上がって、うん、米軍はこの人を探しにヤンバンの山の中に駆け入ってきた、うん、とても面白い話があるんですけど、うん、これはさておきましてこの人が初代の沖縄のトップに選ばれて、市準会議の議長になって沖縄の住民組織の、まあ、後の立法琉球政府ですねその主席になって、最後は琉球大学が作られた時のそこの学長になるというような経過をたどった人なんです。ただサンフランシスコ講和条約が開かれたのが、1951年ですのでその頃になると最初はアメリカ軍がたくさんの物資を持ってきて助けてくれたと。それから日本軍はひどいことやったけどそれに比べればまだアメリカはいいとかですね、むしろアメリカの場合は戦争の途中で沖縄の人たちを救い出す部隊というのを配置をしてるんですよね。だいたい2世の人たちがその人たちが来て沖縄の人たちに呼びかけて無傷で助けるというような役目をする部隊もいたらしいんです。でこれは日本よりずっといいんじゃないかというふうな話もあったらしいんですね。ところが占領が長引いて、米軍自体がそのタガが緩んできてねひどいことをするようになったということと、軍事基地の強化一点で沖縄支配をするようになるとやっぱり反発が起きてくるわけですね。で沖縄でも日本復帰を望む、祖国復帰協議会ができたり、復帰請願署名が行われるわけです。でサンフランシスコ平和講和会議が開かれた1951年9月に開かれたわけですけど5月から8月にかけては全党の有権者の7割を超える復帰嘆願署名が集められてこれが日本の総理大臣とかアメリカ合衆国の代表者に送られるというのがあったわけなんですね。でそのサンフランシスコ講和会議に向けては日本国内でもいろんな議論がありました。よく聞かれたこともあるかと思いますけど全面講和と単独講和というのがありまして全面講和というのは西側陣営左側陣営つまりアメリカもソ連も一緒になって全ての国と独立全ての国から独立を認めてもらう。実際にはソ連とアメリカは仲違いをしていてなかなか噛み合わないわけですので、うん、これはソ連も入れての全面講和は難しいから単独講和でいくべきだと。単独講和っていうんだけどこれはアメリカ単独ではなくてアメリカを代表とする西側との片面講和なんですね、うん、まあ、これでいこうかないだろうということで片面講和をしてサンフランシスコ平和条約の会議に至ったわけです。でこの時に日本政府はどういうことを主張したかということなんですけど、残念ながらこれ全く主張はできませんでした。
日本は政府は占領国政府敗戦国ですので、いろいろ要望を述べようとしたんですけど、アメリカ、まあ、GHQ からお前たちは敗戦国なんで、主張する権利は全くないんだと、要望を述べる権利もないんだということで断られたみたいですね。で当時の芦田外務大臣は沖縄問題について質問されてるんです、外国人記者に、はい、そして、こう答えていますね。ボツダム宣言の沖縄の適用について、つまりアメリカ連合国が占領するということについて日本人は多少疑問を持っていると。沖縄は日本経済にとって大して重要ではないが、日本人は感情から言ってこの島の返還を希望していると。どうも後半だけだったらいいんですけどね、経済的に大したことはないというのをわざわざ言う必要もないんじゃないかと思うんですけど、うん、控えめな言い方しかできなかった。さらに、当時の吉田首相はですね、このサムネス講和会議に向けて聞かれて、単独講和か全面講和かは国際関係によって決まるんであって、日本に選択権はないということまで返事してるんです。でこれはですね、ここの部分は沖縄学の父の伊波富裕さんの一番最後の本の沖縄歴史の物語にも全く同じのが出てくるんです、はい、この伊波富裕はサンフランシスコ講和に向けての議論が盛り上がっていく中で最後の本沖縄歴史物語を書いたわけですね。その中で、さて沖縄の帰属問題は近く開かれる講和会議で決定されるが、沖縄人はそれまでにそれに関する希望を述べる自由を有しているとしても世界の情勢から押して自分の運命を自分で決定することができないんだと言ってるわけです。つまり自分たちは子孫に対してこうあれということはできない、希望を単に言うだけに過ぎないんだということです。全てのことは後に来る者の意思に委ねるほかないと。じゃあどんな政治のもとに生活したときに沖縄人は幸福になれるかという問題は沖縄の歴史の範囲外にあると、これは国際政治だと、それを一切触れないことにして、ここはただ地球上で帝国主義が終わりを告げるとき沖縄人は苦い世の中から解放されて甘い世の中を楽しみ、十分にその固定を発揮して世界の文化に貢献することができるだろうとの一言を吹きして筆を置くというふうに書いていますね、うん、まあ、これがその時の沖縄の実態だっただろうなと思うんです、うん、希望はあってもそれを決定することは自分たちじゃなくて世界情勢だと、まあ、吉田茂首相も同じようなことを言ってるぐらいですね。それぐらい占領というのは厳しいものだったということなんですよね。そう考えるととても辛いものがあるんですけど、こういう世界があってほしいということで、大工哲司郎さんの歌うハートランドという歌を聴いて少し心を癒してみたいと思います。
何のために政治とか官僚が入るんだろうって思ったりもする。沖縄の歴史が教えないし、何のために政治とか官僚が入るんだろうと思ってる。沖縄地方くすぶってますよね。と同じようなのがメールでも来てます。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。メールツイキャス来てますのでちょっと紹介します、はい、うん、カープボーイさんが、前城さん、ゆきちゃん、皆さんこんにちは。日本は公文書は歴史は教えないし、何のために政治とか官僚がいるんだろうって思ったりもするけど、まだ沖縄の教科書の歴史問題って結構くすぶっていますね。はい、そうとおりですね。そしてメール、京子かなえさん、聞いてます、はい、ありがとうございます。近代史は確かに自分で取りに行かないとわからないですよね。夫が今近代日本史の書籍を読み漁っていますけれども、確かに本はたくさんあるけれど学校では教えないですね。暗記専門って感じで歴史の見方は学ばないです。どんな歴史観があっても構わないけど、そのリテラシーは身につける術は教わりたかった、うんうん、そうなんですよね、うん、これはね、特に日本では、まあ、学校ではね、近現代史はまず教えませんし、うん、で特に最近ですと、どの国でも自分の国に不利な歴史は指定するという傾向がものすごく強いんですよね、うん、ドイツだとヒトラーの言うユダヤ人虐殺はなかったという主張をしたりとかね、最近だとトルコとどこでしたか、アルメニアかが歴史問題で紛争を抱えたりとか、で実は日本でも韓国と日本の歴史認識の違いだとか、あるいは中国と日本との歴史認識の違いとか、こういったボタンの掛け違いがこのサンフランシスコ講和条約の時から発生しているわけですね。サンフランシスコ講和条約でソ連とか東欧諸国は会議に出たけど調印は拒否したわけですね。うん、で中国側はアメリカは台湾の国民党政府を代表して呼ぼうとしたけど、イギリスは北京も呼ぶべきだと主張したんですね、うん、これはなぜかというと簡単で、イギリスは香港を保有していたわけです、うん、だから中国と大陸との関係を悪くするわけにはいかない、うん、で結局北京と台湾を両方呼ぶことができなくなって、中国側はいずれも不参加、うん、で朝鮮の方は南の方の大韓民国が会議に参加したいという要望を出したんですけど、反対する国がやっぱりいるわけですね、イギリスとかはですね、うん、その理由は大韓民国は戦争を日本と戦っていないと、したがって戦勝国とは認められない、その資格なしということで呼ばれなかったわけです、うん、この辺もとても非常に重要な問題といいますか、その結果韓国と日本の歴史認識の問題、中国と日本の歴史認識の問題、領土認識の問題、いずれも先送りのまま解決しないで今に至っておるわけなんです。うん、ですからこの頃のことを読むとその原因とかね、よくわかるんじゃないかと思います。まず時間もなくなってきたんでね、はい、4.28 で私は沖縄のことだけを念頭に置いたんですけど、うん、調べていくと戦前の朝鮮とか台湾の植民地の人たちがこの 4.28 の時に無国籍者として放り出されるということが起きた日なんですね、はい、そして天皇、昭和天皇が何度か退任するとかいうのが問題になったんですけど、かつての若い日の若い頃の中曽根康弘さんが国会でね、吉田茂に対して天皇陛下がもし退位するんであればこの独立の日が一番いいんじゃないかと、政府はどう思うかと、昭和天皇が退位をすれば
大勢の戦争犠牲者に対して申し開きができるんではないか、そして公国の国の基礎が固まるんじゃないかということを質問しているんです、うん、だから金井の方が天皇責任と日本の事実は引き換えにした方がいいんじゃないかという考えを持っていたみたいです、うん、その時のそれぞれ吉田茂ですけど回答は天皇のご退位を希望するがごときは非国民であると、まあ、こういうことで終わっています。だから今でもこの時に解決できなかった歴史認識の問題というのはずっと大引き続いています。うん、まあ、沖縄にとって、まあ、良い世の中がっていうのは一体いつ来るんだろうかなというのは今でもあるわけですね。うん、だけど歴史修正主義者といいますか、自分の加害者責任を一切否定しようというのが非常に世界的に強いですね。どの国もそういう動きが強いんで、そうすると目が見えなくなってしまう、世界的な見方というのができなくなってしまうので、うん、ぜひ歴史の基礎みたいなものは自分で勉強してですね、まあ、安易な自国民は間違ってないとか日本は正しかったとかいうことだけを信じるのは果たしてどうかなと思います。だからそういう意味で、ね、沖縄の人たちは戦争の被害者であったというのは事実で間違いないわけなんですけど、沖縄の中にも討議すべき問題点というのはあったんじゃないかなと思いますし、それを抜きにするというのもあまり良くないことじゃないかなと思います。こんな感じですけどね。じゃあ3週にわたって 4.28 沖縄デーについて取り上げてきましたが、はい、残り4分、はい、あと一つの 4.28 というのがまだありましてですね、はい、私もびっくりしたんですけど、この沖縄が分離された 4.28 の翌年の 4.28 には、中華条約が結ばれているんです。つまり中華民国はサンフランシスコ講和条約に呼ばれなかったわけです、はい、でちょうど1年後の 4.28 の日に日本政府と中華民国と の条約が結ばれているんですよね。うん、まあ、当時は北京の中華人民共和国は全く相手にされませんから、台湾政府が唯一の政府であるというふうに見ていたわけなんです。うん、ただ介石中華民国側は沖縄の歴史的な問題については大変関心があって、うん、こう言ってますね。琉球に対する総主権としての主張はしない、また領土の要求も一切しない、だけど琉球がどうなるかということについては強い関心を持っていて、それは琉球の人たちが自分たちで決めるようにすべきだということを言ってますね。うん、日本に戻るということに対してはとても反対していたみたいです。うん、言い方も琉球なんですね。琉球です。だから今でも、うん、台湾の飛行場に行くと琉球なんですよ。うん、で括弧してローマ字で沖縄とか書いてあるんですけど、うん、台湾政府は今でも沖縄復帰が合法的な復帰ではないと考えてるんです。うん、連合国の一員だった中華民国が話に加わってない、したがってこれは認められない、だからそういう問題がいろんなところで吹き出してくるというのがまだ残っているということなんです。なるほど。なんか今ぶち当たってる矛盾とか問題ってあるじゃないですか。はい、でもこれじゃあ全部このサンフランシスコの会議の時に解決されてなかった。本当は解決すべきだったものなんですね。うんうんうん、だから韓国の間でも、うん、非常にねじれてる関係になってるのも、あれは後に、サンフランシスコ講和条約には参加できなかったわけですけど、後に日韓友好条約というのを結んで、平和協定みたいなのをやったわけなんですけど、うん、その時に問題になったのが韓国朝鮮併合なんですね。うん、日本が朝鮮を併合して一つの国にしてしまったと。これが非合法的なものなのか合法的なものかで日本と韓国の見解は真っ二つに割れて今でも争っているわけですね。日本は合法的な合併であったと、韓国はいやいやこれは合意にさせられた合併でこれを合法だと認めるわけにはいかないと。だから日韓の争いの根っこはここなんですね。で結局日韓条約はどういうふうに定めたかというと
国交回復するときにもはや友好とは言えないと、うん、いうふうな表現で済ませちゃったんですよ、うん、確認のって間違っていたか正しかったかというのは一切合意できない。でも今時点ではこれはもう友好ではないということで終わっちゃったんで、どうしてもこの認識について戻っていかざるを得ないというところがあると思います。いやあ、本当に全部の問題がここにあるっていうことが分かったんで、やっぱり知るって大事ですよね。ここがどうだったのかっていうの、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。では沖縄手帳発行人の時間をお送りしました。お相手は、はい、手帳発行人の前城です。はい、この番組は三印刷の提供でお送りしました。東安市またウィーチェーウガナビラ。何ですか？岩崎拓司。ああ、気象の。うん、それですね。語り話で全然。ああ。来週は八重山気象台のでした？そうそうそう。はい。